酸素濃度の上昇と昆虫の大型化、古生代後期の石炭紀、約3億5900万から約2億9900万年前になると、大陸海が集まり、超大陸が形成され始めます。大陸には低湿地帯が広がり、巨大なシダ植物の大森林が発達しました。シダ植物の倒木は低湿地に埋没して、大量の石炭が形成されました。それが石炭紀という時代名の由来です。石炭紀に陸上植物が大量に埋没したことは、海水の炭素同位体比の変化にも明瞭に記録されています。植物は光合成の際、炭素12を選択的に固定するので、大気や海洋の二酸化炭素の炭素同位体比は炭素13に濃縮するようになります。この時期にはその偏りがさらに激しくなり、地球史においても例外的なほど炭素13に濃縮したことが炭素同位体比の異常として記録されています。樹木は枯れると分解されますが、分解を担っているのは木材腐朽菌と呼ばれる菌類です。しかし、樹木の発達に欠かせないセルロース、ヘミセルロース、リグニンなどの植物対死時に関わる有機化合物は、生物の進化においては新しい有機化合物で、とりわけ、微分解性のリグニンを唯一分解することができる白色腐朽菌は当時まだ存在していませんでした。ところが石炭紀後期に有機物、陸上植物が大量に埋没したことの原因であると考えられています。分子時計による研究から白色腐朽菌はちょうど石炭期末からペルム紀初め頃、約2億9500万年前頃に出現したと推定されています。ところで、大量の有機物が埋没したことは、光合成によって生産された酸素の多くが消費されずに、大気に放出されたことを意味します。この結果、大気中の酸素濃度は、現在の約 21% よりもずっと高い約 35% 程度にまで上昇していたものと推定されています。酸素は酸素呼吸を行う好気性の生物にとってはなくてはならないものです。酸素濃度が低下すれば通常の動物にとっては過酷な条件となり、低下しすぎれば生存できなくなります。しかし、酸素濃度が上昇したら、生物はどうなるでしょうか。実は、石炭紀には、昆虫類に代表される、節足動物の巨大化が生じたことが知られています。節足動物は、大森林で多様化し、大繁栄を遂げました。節足動物は、現在の地球上で最も繁栄している動物であり、全動物の 85% 以上を占めているといいます。それが当時巨大化したのです。例えば、翼を広げると全長 70cm にもなる巨大トンボのメガネウラ、体長が最大2-3 メートルにも達する巨大ムカゲのアースロプレルラ、体長 2.5 メートルにも及んだ巨大な海サソリなどが有名です。こうした節足動物の巨大化は酸素濃度の増大と
関係しているものと考えられています。節足動物は酸素を拡散によって体の隅々まで取り込むため、高い酸素濃度は大変有利に働き、体が大きくなれたものと考えられるのです。しかし一方で、酸素は毒性が強いガスなので、節足動物の体は防御のために大きくなったのではないかとする説も出てきて、議論が続いています。補足。これまでの説は、昆虫の巨大化について、酸素の豊富なこの環境のおかげで、昆虫の成虫がどんどん大型化しても必要なエネルギー需要を満たすことができた。生態は大量の酸素を必要とするように進化してきたため、酸素が薄くなった大気中では動きが緩慢になったと考えられる。このように能力が落ちると、巨大種はいずれ他の種に生存競争で打ち負かされるようになっただろう。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。